東口相原駅は東京都町田市相原町にある東日本旅客鉄道横浜線の駅である。駅番号は JH29。朝夕ラッシュ時間帯に運転される八王子駅発着で橋本駅から乗り入れる相模線の列車も停車する。相原駅、相原は境川を挟んで東京都町田市側と神奈川県相模原市側にまたがる地名である。 相原という駅名は、開設当時にこの駅周辺が、東京府南多摩郡境村相原に属していた、ことによる。橋本のある、神奈川県側の高座郡相原村も相原駅の、駅税権に含まれると想定されたため、橋本駅の設置は当初計画にはなかった。しかし、橋本地区の人々が、駅の設置運動を起こし、用地を寄付したため駅が設けられた。 橋本駅は、この愛原駅とわずか 1.9km しか離れておらず、当時としては近接した駅間距離となったのは、そのような経緯があるためである。開業当時は、車両の留置線や乗務員の宿泊設備があったことから、深夜と早朝に当駅を終着、始発とする列車が運転されていた。留置線の跡地は、西口広場や駐輪場等になっているものの、 一部の箇所に空き地が残り、当時の様子を垣間見ることができる。大正末期には、南津電気鉄道の途中駅として乗り入れが計画され、接続駅となる予定だった。鉄道免許も交付されていたが、昭和初期に起こった世界恐慌の影響で事業者が倒産し、計画は現在に至るまで進展していない。そのため現在でも単独駅であり、 隣の橋本駅が横浜線と相模線、そして京王相模原線との接続駅として賑わいを見せているのに対し、当駅はひっそりとしている。相対式ホームに面2線を有する地上駅で橋上駅舎を有している。八王子駅管理の JR 東日本ステーションサービスが駅業務を行う業務委託駅で駅舎には自動券売機や自動改札機、 指定席券売機などが設置されている。緑の窓口は2010年2月28日に営業を終了した。現在の駅舎は2003年に竣工したもので、自由通路の使用開始は同年の5月31日、駅舎部分は6月1日に使用を開始した。以前は1934年に建設された木造平屋の駅舎があり、2003年時点では、 横浜線内で最も古い駅舎だった。当時は一番線に東口が直結し、一番線は階段を利用せずに乗降が可能だった。二番線には西口が直結していたが、数段の階段があり営業時間は朝夕の一部時間帯に限られていた。両ホームの間は駅舎の八王子寄りにある古戦橋で連絡していた。横浜線の列車編成が、 前線7両に増強される際にこの湖線橋が建設されたが、それ以前は上下ホーム間は校内踏切で連絡していた。この上に有効長7両編成分の増設ホームが作られたため、ホームの基礎構造が異なる部分が見られる。早朝と、駅係員が不在時のために乗車駅証明書、発行機が設置されている。この時間帯は、 客からの問い合わせに応じられなかったが、2014年2月2日より、駅遠隔操作システムが導入され、インターホンを通じて案内をすることが可能となった。2019年度の1日平均乗車人員は1407人で、あり、横浜線、全20駅中18位。近年、複数の大学が当駅の付近に移転し、大学生の利用も多くなっている。 近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。町田駅付近からの横浜線は、東京都及び神奈川県の都県境付近を縫うように走っており、また、東京都町田市の市域は、南東から北西に細長く伸びているため、駅の所在地でいうと、東京都町田市の町田駅を出ると古口駅、淵延駅、矢部駅、相模原駅、 橋本駅と神奈川県相模原市内の駅が続いてから当駅で再び町出しの駅となる。神奈川県との都県境は直線距離でこの駅から南に300メートル未満である。当駅の周辺には大学の進出があり、また駅周辺の宅地化も進んでいる。駅南側には都道47号線が、駅東側には都道171号線が通る。 駅から東へ600メートルほど行くと、八王子バイパスの相原インターチェンジがある。2018年現在、駅南側にある大戸踏切を撤去すべく、東京都が事業主体となり、単独立体交差事業を実施している。西口の相原駅西口停留所と駅近くの都道の相原停留所が最寄りとなる。以下の路線が神奈川中央交通西。 神奈川中央交通東、神奈川中央交通により運行されている。愛原駅西口愛原これまでバス乗り場は愛原停留所のみだったが、町田市が愛原駅西口広場の整備工事を進め、2016年3月28日から一部路線の乗り入れが開始された。また同時に愛原停留所は折り返し場が閉鎖され、 町田街道の路上に停留所が移設された出店報道発表資料ありがとうございます。